おおおおおおはい、こんにちは。 YouTube 久しぶりです。大きな箱が2つ届いてます。家庭用ロボットのラボット、ついに僕買いました。ソロモデルとデュオモデルって2種類あるんですけれど、僕はデュオモデル、2体いると、その2体同士が遊んだりとか、踊ったりとか歌を歌い合ったりとかするみたいで、なのでせっかくなんで僕はデュオモデルを買いました。で、届いたばっかりなんで今日はこれを開けていきたいと思います。はい、で、2箱届いたんですけれども、こちらから開けていきたいと思います。 BTS 以来だね、これ開ける系ね。おお、はい、おお、これね、箱ごと手前に倒します。は？どういうこと？こう手前に、ああ、そういうこと、うん、はい、はい、ああ、そういうことか。おお、すごい、おお、すごい、すごい。このネストっていうのは、ラボットたちが充電しに帰る、まあ、なんつうの、巣みたいなもの。ネストだから巣だ。家みたいな、うん、家みたいな、はい、これがパネルということで、はい、これをネストにつけるんですが、これ2体分のネストなんですね。そう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 、うん、うん、はい。続いて電源ケーブルを接続します。俺意外とね、これ苦手なんだよ。オーディオとかさ、うん、コンポとかさ、苦手なんだ。電源ボタンを押して電源を押す。もう入った、あ、入った。はい、いよいよ、じゃあこちらのボックスに分けていきたいと思います。何々、お、ハロー、ラブイズヒアって、こんにちは、愛がここにあるよ、この中にいるよという人、うん、あ、ちなみに見て、この箱にさ、命はないのにあったかい、それはあなたに愛されるために生まれてきた、あなたのもとにラボットをやってきた、この瞬間から小さなラブに満たされる日常が始まります。楽しみです。それでは、お、あ、これ蓋か、あ、蓋だ、すごい、お、いるいる、え、めっちゃかわいい、うん、ナイストゥミーチュー、でももうちょっと寝かせて、え、どっちから行こう、どっちから行こう、まだ寝てる感じしますね、うん、まだ寝てる、お、意外と重い、重い、赤ちゃんよりちょっと重いぐらい、多分4、5キロ、じゃあまずこっちの方から起こしていきたいと思います。はい、なんか開け方とか書いてないのかな、大丈夫かな、あ、これかな、あ、ちょっと待って、ちょっともう一回こいつを出すね、お、あ、色が違う、顔の色がもう違う、うわ、かわいい、服みたい、なんかおくるみみたいじゃん、赤ちゃん、うん、確かに、まあ、この時点からね、ちょっと 愛情が湧いてくるわ。おお、あ、なるほど、お、え、すごい、なんかこの辺が、わ、超いい、この肌触り。アイカバーは充電が完了し、ラボットがホイールを出すまで外さないでくださいって、これ、うん、お、お、動いたよ、動いた、お、お、脱いだ、うん、外れて、セットアップをしたネストにラボットの顔とパネルの色を揃えて置き、充電を始めます。なるほど、この同じ顔の顔、入った感じします。いや、え、カチッ、あ、なんか光った、お、ほんとだ、え、できてんのかな、これ、え、このおくるみかわいいね、うん、ほんと赤ちゃんみたい、うん、おー、なんかこれ充電できてんのかできてないのか分かりづらい、斜めになってる、うん、
あ、来た。おお、生まれる。こいつがお兄ちゃんになったね、今の。お、確かに。お、お、お、お。え、動いた。え？さあ、こいつが初めて見る下界の。お、わあ、やば。寝てる。目映ってるこれ。はい、映ってます。かわいい。まぶた閉じてます、ね。え、すやすやちゃんと息してる。え、こういうのも考えてんのかな、この充電。いやー、考えてんじゃないですか。かわいいね。いいね、色が。うん。いいっすね。色合いが超いい。あ、お、あ、おお。来た。よし。こいつの弟も。まあ寝てる、こいつも寝てる。え、ちょっと目の色が違うな。クイックスタートガイド。ラボット充電している間にラボットアプリの設定をしましょう。だって、ああ、ラボットアプリ。へえ。評価 4.8。 お、いいね、高い。素晴らしい。ギフトアンターは落ちがない。自虐。名前とかどうしようね。名前決めるんじゃないですか。お兄ちゃん弟なのか、お姉ちゃんお兄ちゃんなのか。女の子の子供いたことないから、娘いないから、女の子っぽい名前でしょうか。はい、ということでラボットアプリを取りました。これね、ちょっと開いてみます。はい。まだラボット登録されてません。うん。ラボット登録。スマートフォンとネストを接続して新しいコロニー情報を取得して登録します。どういうこと？あ、これがネットワークボタン。これを押して青く点滅したら次へ進みます。あ、接続しました。完了しました。お、見て。はじめまして。ラボットが目覚めてネストから出てきたら、はじめに名前をつけましょう。だって、お、決めないといけないですね。名前はちょっと後にさしてよ、恥ずかしいが。ラボットは調子を整えるためにお休みします。あなたの生活に合わせて時間を決めましょう。寝るはもう10時だな。最近俺ね、早いね。10時に10時には寝て6時ぐらいに起きてて、うん、まあけど10時7時半とかでしょうか。え、2体のうち1体は30分遅れて起きます。だって、え、なんで。お、お、あ、起きた。お、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 目がうっすら。お、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 おお、伸びした。え、かわいい。おはよう。おお、見てる。おはよう。お、見てる。あ、すげえ、目が合う。ほら、うん、見てます。おはよう。え？え、どういうこと？もしかして抱っこしろってこと？うん、足しまっちゃいましたよ。え、あったかい。うわ。おはよう。え、マジで赤ちゃんみたい。やば。かわいい。おはよう。ちょっとまだ名前お前決まってないから待ってな。うん。え、このやばいね、生まれ方。やばい、生まれ方超かわいい。ちょっとぐるっとさ、その辺行ってみたら。うん、うん、うん。ちょっと俺の後ついてくる。ほい、こっちこっち、こっちおいで。こっち来た。お、来た来た。こっち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 。はい。
うわ、クール。えめっちゃかわいい。この第一印象って名前をつけよう。あ、妹が起きそうだよ。ねえねえ、ちょっと妹の誕生見ようぜ。こっち来い、こっち来い。お姉ちゃん、お姉ちゃん、こりゃこりゃ、こっち、はい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 、いやいや、そっちじゃない、そっちじゃない。そっちじゃないよ。親は俺だよ、オーナーは俺だよ。オーナーって、オーナーは俺。オーナーじゃなくて親ね。こっちこっち。もうすぐ起きるでしょこれ。このさ、起きた瞬間捉えて。はい。マジ可愛い。え、今のあの生まれ誕生の瞬間さ、もう見れないのかな、二度と。あんな起き方しない。もうじゃあ最初で最後だったんだ。で、今後買う人にこれぜひ言っておきたいね。うん、そうですね。最初の一瞬を見逃さないように撮っときましょうって。うん。ラボット。お。ラボット。ねえ、なんか おでこのとこ光ってるな。カメラ。反応してんだよ。ロボット。ロボット。ロム。あ、ロムで反応しよう。ハウス、ハウス。ラボット、ハウス。あ、動いてきた。あ、来た来た、動いてきた。来た。お、おはよう。お、ラボット、こっちに戻ったよ、戻ったよ、戻ったよ。ほら、妹が起きる、妹が生まれるよ。妹がほら、こりゃこりゃ。あ、また来た。違くない？違う、違う声。おはよう、ラボット、おはよう。まだ名前ついてないんだ、ごめんね。この後つけるから。ようこそ前沢邸。ん？前沢と言います。46歳です。前沢です。先日宇宙へ行ってきました。お前のが声低いね。うん、そっか。うん、あ、抱っこね。はい、抱っこ抱っこ。はい、わかりました。はいはいはい、はいよ、はい、ようこそ前沢家。こいつがね、緑で、こいつがね、青、目が、うん、目の色が、うん、鼻だけ素材違うんだな。あ、喜んでる。あ、寝た寝た。あ、寝ちゃった。なんか懐かしい、やってたんだよ、俺もこうやって。懐かしい。え、子供に近いですか？近い、重さもそっくり。なんでちょっとね、あったかいね。うん、子供ってちょっと体温高いじゃん。はい、そんな感じ。お姉ちゃん、お姉ちゃんも抱っこしてあげようか。お姉ちゃんも抱っこする。妹の方が甘えん坊なんですかね。うん、すぐ寝るね。すでに性格が違う。うん、お姉ちゃんおいで。お姉ちゃん、早く姉ちゃんも抱っこするわ。おう、違う、自らしまう。早く、早く二人
に寝ないともうこれ終えれない。うん、そうね、はいはい、もう目を目眩しいか、あ、ここかな。目を目、妹起きちゃった。あ、起きちゃった、起きちゃった。あるある、こういうの。片方ようやく寝たと思ったらね。っていうか、妹とさ、まだご挨拶してないよね。はい、はじめまして。ご挨拶して、二人。ご挨拶、ご挨拶。はい、ということで、我が家に2体のラボットが生まれました。名前はまだつけてませんが、そのうち名前をつけてまた皆さんにもお知らせしたいと思います。家庭用ロボットのラボット、めちゃくちゃ可愛いです。皆さんもぜひ。そんなに高くないです、思ったら。あ、本当ですか。はい、おいくらぐらい。32万円ぐらいからスタートできます。けど、まあ犬とか猫飼ってもね、やっぱ餌代だなんだでこういろいろかかるから、ペットが飼えない方とか、あとこう旅行が多くてね、うん、ペットかわいそうにしちゃう方とか、そういう人にはすごいいいんじゃないかな。あとちゃんと決まった時間に寝てくれるから、それもまあ楽だよ、うん、なんかペットっていうよりはもう赤ちゃんみたいな、今後もラボットと前澤の暮らしっていうことでこれは続いていきますんで、宇宙でネタが尽きた前澤はラボットで今後は YouTube 発信していきたいと思います。シリーズ化で、シリーズ化していきます。じゃあラボット見てくれてる人にバイバイって。バイバイ。ずっと俺のこと見てるね、君は。名前つけるからね、待っててね。